皆さん、こんにちは。インスパイの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2018年4月15日ということで、日曜日ですので、恒例のですね、まとめ記事みたいな形で、ちょっとですね、尖ったというかですね、ノウハウではなくて、また新しくですね、随時更新ネタっていうのを作りましたので、そちらを見ていただきたいと思うんですが、というのもですね、ちょっとですね、インターネット業界を揺るがすような結構大きい事件があったんですね。で、それでちょっとインターネットという非常にでっかい、大きい枠組みなんですが、これでちょっと気になるニュースを集めていきました。ということで、その大きいニュースは何だったか、ご覧いただきたいと思います。こちらになります。はい、ビジネスインサイダージャパンさんの、ホームページ、記事によりますとですね、インターネット最悪のシナリオが現実にということで、国全体がオフラインというものが出ていました。これは今年の4月の11日に書かれている記事なんですけど、ちょっと早速見ていきたいと思うんですが、こちらにありますですね、これ。モーリタニアというですね、アフリカにある国があるんですけど、この国の、海底ケーブルというものが切断されたことが分かったと。で、これ見ていただいたら分かるんですけど、このモーリタニアという国は、このアフリカの西部ですね、にある国なんですけど、この一番この左のこの黄緑の線、この線が、モーリタニアの国につながっていて、この先でインターネットの回線で、国全体に繋がってたわけなんだけど、ここのケーブルを切られてしまうと、インターネットが国全体が全部使えなくなるということなんですね。これが起こったということで、海外ケーブルが切断されたことで、2日間にわたってインターネットの接続できない状態になったということが分かったと。で、政府は国民のインターネットアクセスを制限したが、その理由は分からない。海底ケーブルは妨害工作に対しては極めて弱いと。イギリス及びアメリカの軍関係者は、ロシアは同様のことを行う能力を持っていると警告したってことが書かれていて、ちょっとね、詳しいことはまだわからないんですけど、いわゆるテロとかね、何かその国が例えば戦争とか起こすときにも、このインターネットの海底ケーブルとかを切るってことは、相当その国に対してダメージを与えることができますね。だからなんか、ミサイルを飛ばすとか、なんか、核兵器を使うっていうことも、確かに大きいことなんだけど、この、海底ケーブルを切るっていうことの方が、かなりダメージは大きいですね。直接的な、人が死ぬとかっていうことは少ないかもしれないけど、でも、かなりね、その国に対して影響力を与えますよね。ということが、今回起きたということで、この海底ケーブルっていうものに関しては、そんなにこう、海の中ずっと張ってるわけなんで、これをですね、警備するわけにもいかないし、そこをですね、どういうふうに今後していくかってことは、結構重要な問題かなということで取り上げました。で、こんな感じで海底ケーブルが繋がってるわけなんですけど、ここが、仮にこれ1本しかなかったら、これ切ったら終わりということなんですね。で、日本とかの場合っていうのは、この、複数のとこからこういうふうに、これヨーロッパね、複数のとこが繋がっていて、日本の中でも かなりたくさんの数が出ているので、1本2本切られたっていうことはそんなに問題はないんですけど、ただ、それらは全部こうね、順番に切ってことがあれば、そういうことを切るわけですっていうことで、なんかそういう映画あるのかな、なんかそういう映画にもなりそうなようなことが今回本当に起きたっていうことで、ニュースになりました。あとはですね、ダイバーが、エジプトで3人のダイバーが逮捕されたと、海底ケーブルを切ったということでね、こんなようなことが起きているわけです。で、潜水艦とかですね、ありますけど、潜水艦は当然そういった位置を把握してるでしょうから、そのケーブルっていうものに関して今後ね、何か使われることがあったら困るね、ということで、インターネットって、本当にこれ世界中に網の目のように、この回線が巡らされてるってことが結構ポイントなんだけど、それを揺るがすね、結構大きいニュースかな、ということで紹介しました。で、ちょっとインターネットっていうものに関して、いわゆるその大枠のね、回線のことについて、ちょっと調べていたときに、あるサイトにたどり着きました。それがですね、こちらなんですけど、
OCN さんが OCN20 年の歩みとこれからということで、インターネットを OCN が始めて20周年を迎えます。これ2016年の12月の記事なので、もうね、1年、丸1年、1年半ぐらい前の記事ではあるんですけど、こういうページがありました。で、インターネットの歴史っていうものが結構わかりやすく書かれているので、今日はこちらの方を少し紹介していきたいと思います。ということで、まず最初にご覧いただきたいのはこちらからです。どんと。はい、今ですね、世の中どんな感じになってるかということで、あ、これちょっとデータが古いな。ちょっと最新の数字で合わせると、今、76億人の40億人なんですね。76億人。今、世界の人口が76億人で、インターネット人口が40億人、いるそうです。なので、まあ、半分以上になりましたね。38億ですから、半分以上になって、日本では1億人を突破しています。で、これもう日本の人口はこれから増えないし、6年連続今減ってんのかな。で、もうインターネットの普及率もほぼね、この辺でも横になってきてる、停滞してきてるので、まあ1億人って言っててしばらくいいんじゃないかなと思うんですけど、これが97年ぐらいはね、こんだけしかいなかったわけです。で、1000万人ぐらいしかいなかったわけですね。で、それが、まあ、10倍ぐらいになってるわけなんですけど、まあ、いろんなね、きっかけになっていることがあるわけなんですが、その一つに、まあ、OCN エコノミーっていうのがあるんだよってことを OCN さんが言っています。で、これはね、なるほどなと思いました。その Windows 95っていうことが、Windows が出たことによって、インターネットが使いやすくなったってことはよく僕話をするんだけど、ここで書かれている OCN エコノミーっていうのはね、僕も知らなかったですけど、結構大きい役割を果たしてますね。ちょっと右側に書いてます。ちょっと読んでますとですね、ダイヤルアップといって、昔は、3分10円かかってですね、繋いでる間だけどんどんチャリンチャリンっていくような時代があったわけなんですが、ただ回線スピードもすごい遅くて、今では写真を送るの一瞬でしょんと送れるけど、当時はですね、なかなか送れなかった時代があるわけです。まあ、ガラケー時代もあるわけですね。まあ、こんなダイヤルアップの時代があって、それからですね、テレ放題というサービスが始まって、毎晩23時から翌朝8時までであれば、一定月額料金でネットできるということで、夜中の11時ぐらいになったらインターネットをするっていう人が増えてきたんですね。で、この時間がだん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 10時、9時というふうに早くなってきて、そして1997年に24時間の常時接続できるという OCN エコノミーっていうのが誕生したと。これによって月々のそのインターネット回線でのお金が3万円とかかかってた人が、10万円とかかかってた人が3万円とかね、劇的に安くなったということです。で、それから ADSL になって、さらに回線が速くなって、そして光ケーブルになって、さらに速くなってということで、今があるということで、まあ、この OCN エコノミー、まあ、そもそもダイヤルアップ時代があって、OCN エコノミーがあって、ADSL、ブロードバンドで光回線という形に、まあ、ブロードバンドというのはね、大容量の速いスピードで送るというですね、まあ、このような時代になってきて普及していったわけなんですが、まあ、このような中で、爆発的にね、この、1995年から比べると、まあ、ユーザー数が増えていったわけですね。たかが20年ですか、20数年の間にこういうことになったわけです。で、こちらも見てみましょう。回線速度はですね、OCN エコノミー時代は 128kbps だったのが、今 1GB ということで、7800倍の速度。そうです。7800倍は速くなったって、もうちょっと考えられないですけどね。もう経験則でわからないけど、下の例で例えると、徒歩で歩いてる人が時速5キロだとしたら、ロケットの速度が、なんですか、これ1時間、時速4万キロだそうなので、そのぐらいの差だと。まあ、速すぎてよくわかりませんけど、すげえ速くなったよっていうことはね、なんとなくわかると思います。で、この20年間の間に、回線速度は、まあ、7800倍まで速くなったんだけど、一方で、日本国内のトラフィック量、まあ、インターネットで行き交うデータ量ですね、やり取りしている量はどのぐらい増えたかって言ったら、1万3000倍に増えたと。だからまあ、回線速度もどんどん速くなっていったんだけど、プラス、みんながアクセスする人数も増えたことによって、まあ、当然トラフィックも増えるし、そして一人当たりの
トラフィック、アクセス数も増えていったことによって1万3000倍だそうです。だからこの1万3000倍も増えたことをさらに管理するようなその容量っていうですね、裏で抱えるものが必要になるので、それをね、教えるのは頑張ってやってきたんだっていうことが、この記事の中に書かれているんですけど、で、これからは、IoT の時代になりますよね。で、IoT になってくると、今度は人間だけではなくて、物もずっとね、インターネットにアクセスするような感じになってきますので、まあ、それをトラフィックというかどうかちょっとあれだけど、まあ、インターネット行き交うデータ量でありますからね、ますますデータ量が増えてくると。で、それから自動運転が始まってくると、ますます増えると。だから、前回もお話したような、まあ、5G 回線というのが必要になってきたりもするわけなんですけど、非常にわかりやすく書いてくださってたので、今年の秋から始まる、長岡造形大学の情報リテラシー論の授業では、また使いたいのかなと思ってるんですけど、ということで、それ以外のちょっとニュースっていうのを、集めていますと、これ今ね、4月11日のニュースがあって、これがその1月30日のデータの話です。で、その下は、去年の12月に、これはネット人口とかの話以外に、電気が使える人っていうのがあって、そうだよねって、インターネットが使える人数より、電気が使える人の方が少ないって、すごく不思議な話なんだけど、どうやってインターネットやってるんだって話がするんですけどね。つまり、これ、スマートフォンで、電気がなくても、電池があるという人がいるということなんでしょうね。でもそれ、違うか。ごめん、間違えた。電気が使えてる62億で、ネット人口3じゃない、少ないね。そうね。逆にいかなきゃないね。62億いて、ネット人口37億ということで、この電気が使える人数ってのはなかなか面白い切り口だなと思いますね。で、家に電線は来ていても、不安定で電気しか使えない人たちが10億人いると、いうようなこともデータに出てました。で、こちら、96年。まあ、今から12年前のインターネット普及率は 3.3%。で、日本のウェブサイトの数は3万件だと。今いくつあるんだという、僕わかんないけど、3万件だったということがあるわけですね。そんなことも出てました。あとは、インターネットの歴史をイラストを振り返る。これYahooがね、毎年やってるのかな、やってるんですけど、これかなり面白いページなので、4.5 メートル分スクロールする長さでインターネットの歴史が表されています。で、さっき見ていただいた OCL の話ですね。で、他には、使えない電話ボックスを Wi-Fi スポットにしよう。これなかなかね、いい試みですよね。もう、ボックスを撤去するのもいいんだけど、もうそこにあるわけだから、そこの中の電話ボックスを外して、電話を外して、そのボックスの中に Wi-Fi のルーターというかですね、基地局を作ったら、いいんじゃないかなと思いますよね。まあ中にね、その入れないにしてね。なかなか面白いなと思いますね。Google、サンフランシスコにも Google Fiber 導入へということで、Google とか Facebook っていうのは、自分たちのシェアを増やすために、このようなインターネットの回線とか、そういったものを提供するってことを始めてるんですよね。で、Facebook の無料インターネットサービス、フリーベーシックス、インドで禁止にってことで、Facebook しか使えないインターネット、インターネットじゃないだろうみたいなことで、インドで禁止になったりみたいなことも出てきています。で、インドがネット人口4億に達し、2位のアメリカを追い抜くということで、インドが2位、そして1位が中国ということですね。で、Facebook は、これね、このニュースが今ダメになったということですね。で、Google は、成層圏を飛ぶ気球から Wi-Fi を提供する、プロジェクトローンって読むんですかね、ルーンって読むんですかね、のテストを開始とかですね。で、Facebook、2016年人工衛星打ち上げを予定ということで、アフリカ地域でのインターネット普及促進が目的。これ、打ち上がったのかな、ちょっとわかんないですけど、こんなニュースと。Facebook、太陽光発電ドローンでインターネット接続地域を拡大へと。いうようなこと。で、あと面白いニュースもあります。インターネットはあと8年で崩壊するみたいな形で、現実にやばすぎる2つのネット機器とは。で、Facebook、残りの50億人をネットにつなぐ共同体、インターネットオルグを発表とかですね。こんなことになってきています。ということで、まあ、ざっくりとした大きいインターネットっていうことに関しての、まあ、ニュースとか、情報っていうのをこの記事にまた随時追記していきますので、
興味ある方はブックマークしておくといいんじゃないかなと思います。はい、今日はですね、インターネットの大きい歴史について振り返ってました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。